彼もねちょっと僕もベロベロに酔うから別にええんやけど彼ら今回反省してたのが楽しすぎたよろな焼き豚みたいな店があってさ全部の店飲み放題にしたんよ僕もマイルドもお酒好きやから3軒目ぐらいまで2日目に関してでも体の限界やったと思うねまず初日飲んでる時グラス持ったまま気を失ってねえなマイルド。 寝てるとかじゃなないんか目も白目向きながらちょっと笑ってんねんこうやっていやもう無理やんで帰ろうって言ったらの顔してるや顔だけでも見てあげてくださいの時のマイルドかでもう次の日に関してはもうむちゃくちゃ店の中でへんかすごい変なことで切れられて僕に急にタイ口で「おい中山!」って言って普段こうさんこうさんって言うけど三浦が「中山!」 お前俺のことを貧尿貧尿言うとるけど今日お前のがしょんべん言っとるなって言ってどうういこと店員さんも心配していや僕、三浦マリドって貧尿なんですよあの僕はずっとそれいじっててで一回貧尿いじりすぎた結果三浦マリドがちょっとうんこ行ってきますって言ったんですよねどっかであほんまにうんこ行くんかなと思ってこいつ絶対しょんべんやと僕思ったから上から覗いたったんですよほんならうんこじゃなくてむちゃくちゃしょんべんしてたからお前逆やと。 あのうんこ行くの恥ずかしいからおしっこ言う人おるけど頻尿恥ずかしいからおしっこ言っといて、うん、うんこ行ってきますって嘘はないぞって言ってでもそんな頻、ま、尿、あ、やなんや言うてでも無茶飲みして、うん、あまあ、ゴールデンウィークにクソとションペイの話 <laughs> そんなって頼むわ <laughs> それぐらいしかないからね、まあまあ、楽しかったよ